もっと楽しいゲームないの？通信ゲーム全然面白くなさそうなんだけど。じゃあおもろいって。何これしかも亀楽しいですか？楽しい、マジハマりガチハマり、しょうもなそんなことで早く福袋見たくない？あ、見たい見たい。あ、一応見たいんだ早く開けてや。開けようじゃあ。あかー久しぶりです。久しぶりコンビだね最近サボってたから釣りも全然行ってないです最近ねずっとゲームしますよこいつ今日は茶炭のブルーシールじゃないなんだった、シーランドで福袋買ってきたので中身を見ていこうかと思います。今回はまだやったことないエギングロットを買ってみました。エギンガーになろうかと。島のもちろん島の島ののエギングロットとリールも入ってるやつ買った。ほほ、お値段24,000円。高い。まあ安くはないな。買い物の金額をどうぞ。今日の買い物の金額ここで言えないな。竿から見よう。眩しい。これは何かな。セフィア、セフィア BB、 見える、うん、見える。いいですね。これと、はい、眩しい、うん、え、リル、お湯い顔めっちゃ白い赤やばいのっぺらぼうみたいなこれなんすかね。これはリール見える、はい、これがね、これもセフィアビビ、はい、ピー入ってたから、うん、巻いてって言って巻いてもらったんだけど、うん、どんな感じかな。おー、いいね、うん、この良さが言うには全然わかんないけど、いいね、この新品な感じ。これ福袋で、福袋、うん、でも結構お得なんだよ福袋って。そうなんだ、うん、本当だったら倍値段ね。その洋服セレクト初めて見たアンダーアーマーかっこいいでしょ。アンダーアーマー、イエー、アンダーアーマー族見るそしてバーハス、もしかしたら人体やっちゃった大丈夫ですか？伸びたかも、ね、西野なんかこの辺もちょっとあっ黒いことになってるから、それはあかん、それいっちゃあかん。見て、糸めっちゃ細い。あ、やばい、取れた。これでもピー。これはこれ何、なんか何号とかあるの？これもあるはずだけど、もういい、このエギング自体が本当に初めてだから何もわかんないんで買ってきたわけさとりあえずこの糸は強いらしい、うん、使ってみないと分かんないね。まだ立ってられん立ってられん。座っちゃう？座っていい？座っちゃおう。つがやくけど、え、これで、いやー、眩しい。あとは何が入ってんだろう。なんこれ、 PE カットハサミ、 PE 切る用のハサミなんだはずね。変わるのか、普通のハサミでよくないのかな。歯でよくないそれな。これはステップ、ステッカー、え、ステッカーじゃない、ステップって意味もわかんない。サルカみたいな感じかな、全然わかんない、ね、これが、はい、フロロショックリーダー、リーダー、わからない、使い道もわかってないんだけどさ。もう我こそはって方はぜひぜひ教えてくださいね。で、あが、これが足伸ばし、エギ3つ入ってる。じゃだん、 3.5号。これでイカ釣るわけさ。おー、こんなしてくる、どうしてこんなしてくる、どうして、まあ、とりあえずわからんと、あ、イカ来て髪もボサボサな、あ、そうカツラになります。カツラって言うな。カツラじゃ
の今。またゆうちゃんです。カツラです。どうもウィッグですか。ウィッグです。ウィッグ何で髪切ったんすかね。髪マジで切った。ちょっと那覇マラソンでこの間チャレンジしたから、それに向けて。乾燥しましたか。ハーフ。え、ニューハーフニューハーフ言うな。お前家でそれ言ったらリアルだろあ、そうだった、うん、前だか前の YouTube 最初ら辺のコメントねかな、うん、ニューハーフみたいなことか。言ったね、言ったね。一応ニューハーフじゃないんでちゃんとした一応女なので。これ何に使うのかな全く使い道わかんない。いやいや、誰かが教えてくれるだろうと思って買ってきたから。そうだね、そういうための YouTube でもあるしね。そう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 、人に頼る。メンバーでも多分ね、あれたちは分かると信じてるからいいわ。そうだねそう、まあこんな感じですね。ケンティーと、ケンティーとシンジーと、シンジーと、あ、リュウジってさ、リュウジもやるさ。リュウジも分かるし、シンちゃんもルアやってるからいつも。あ、そうなの。みんなできるはずさ。教えてもらおうかな。みんなができれば怖くない。ちょっとこれ開けていい？イカっぽい車。イカっぽくねえよな、もうどこら辺がイカだ。死に軽い。白いから。ね、これルア？これは、うん、まあ、エギング。ルアとエギングの違いもいいよくわかんないんだけど、正直。ね、待って待って、か、全然わかんない。完成。完成。島のエリンギ。ん？ん？あ、なんて？エリンギ？エリンギじゃないわ。エギングンで。エギングン？エギングンじゃない。エギング。エリンギ？もういいよお前。すげえ。いい感じ。いい感じ。長い思ったより。マジ？いかいか。え、調子乗ったらまたおるぜ。おすげえ。だから今も心配、またおらないか。どんな手しゃくるのかな。これ片手でできるの？この感じ？分からん。全然分からん。あー、ね、ちょっとしまって今日はおとなしく帰ってみようかな。次回ユイニョンの初エギングお楽しみに来る。痛い。絶対大変なことになってるね。痛い、うん、あ、痛い、ポキッ。あイカ頑張って釣ろうかな。なんか話聞いたらこれでルアーも全然できるみたいだから。ルアーってそもそも何を釣るもの。魚さ。違う魚イカ。それ以外にいないだろ海に。貝でも釣るか。あの何、魚って言ってもやっぱグルクンとか。あー、確かに釣れる魚釣れない魚はいるね、うん、でも何釣れるかな。何でも釣れるんじゃない。頑張ったらGT 釣ってこう。じゃあ、あ無理だな。腹筋だろうな。腹筋？ポッキン。あ、ポッキン。ポッキン。まあそこは腕次第ってことで。そうだね。まあ頑張って。じゃあこれで。なお前じゃあこれで釣りする。釣れた魚が暴れないようにこれで叩く。いや、これはうなぎだな。うなぎ。ああ西野はこれでうなぎの仕掛け作りそうですよ。開けて。シュッとね。シュッと。シュッと。取れそうじゃない？頑張ったら。そうだね。そうだね。何センチのうなぎ入る？140センチ。約2メーターのうなぎを西野は。そうだな。これで取るんだね。いや、そんなにいないから、まあだいたいあれだね。3匹ぐらい。欲張りかお前は。、うん、じゃあこれも次回やってみようかな、はい、これマジでやる、ね、マジでやる。やっぱねリサイクルだからね。マジでやってみるしか。あかんやろ。無理かな。まあ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 、まあ、これは気分によったら。まあまあ気分によってはやるかもしれないねこれね。ってことでちょっと片付けしよう。うなぎを釣れたら、うん、ゆいその言葉信じてるから多分。いや見てる人いるかわかんないけど楽しみにしてるかもしれないさね。髪切りいまいちわからない。最近髪切ってないからね。冬に髪切ったらさ寒い。マジ首が寒い。今までこっちも結んでなかったら髪で隠れるさ、うん、首寒ってなる。でも28日、うん、髪切ります。短いのに。いや
今回はね、ちょっと砕きかな。いつものようにいつもで、うん、いつもの感じで的な感じで言うじゃん。うん、したらなんか切った後に美容室の人必ず言う一言。うん、本田翼に似てる。はい、違います。だからそれ思ってもみんなちょっとコメントください。なんだった？本田翼。似てると思うゆうも本当に。この間のあの写真ちょっと YouTube 載せていい？あれ。この間の写真。みんなで送ったやつがある。あ、全部載せようかな。あかん。ここ隠して。ここ隠したらわからんでしょ。でもあれ、剣とか沖とか出したら怒るはずね。ダメだ。死ぬ。ウケる。じゃあ、あれはもろに顔が出ちゃうから、それはが、あれやばいな、抽象やばいはずね。じゃあマジでさ、似てないのに似てるって言われるのがよくわからん。でもみんな似てたと思う、あれはメンバー。じゃ一番似てるのあれだから。誰だっけ、マナカナのどっちだった。あー、マナカナのどっちかわかんないけど似てるってだからよく言われるって。めっちゃ似てる。似てないよね、あんな可愛い人に。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいになる。シンジが P で、ケンが、まあ沖縄の人だったら分かる、あの龍神マブヤのケン。あれ龍神マブヤに出てくるの？そうだよ。全然知らなかった。今日もお家で龍神マブヤ見てきたんだよ今。あんな犬出てこなかったし。マジ？じゃあ、あんま出てこない。マジで似てるよ、ね、あんま出てこない。そう、ちょくちょくもうなんか、うん、ボンみたいな感じで、マジで。おお、犬いたんだみたいな。しかもなんかしんちゃんも似てたんじゃない。しんちゃんもあいつは別にイケメンに似てるからいいけど、しんちゃんなんかこいつら二人はちょっと。あ、今あの人わかんない。しんちゃん、リューチェル、リューチェルじゃない。リューチェルにも似てると思うけど、うん、で、リュウジがあのわかるかなみんな。ちょっとしょぼくれたもこみち。死に似てるよね。分かんないよ。このサムネ死に受ける。ちょっとみんなで公開したいけどね、ちょっと殺されそうなんで控えとこうね。やめます。寝ていいよ。てかいいゲージでずっとエンジンかけっぱなしなんだけど大丈夫。止まるんじゃね。そろそろ飛ばなんか。心配だわ。え、走行可能距離何も表示されない。またもう走るなってこと。あかんぞ。ほら、やばい。何も表示されない。やばいよ、走るの怖い。もうそろそろガソリン入れてこうね。オッケー。ってことで、はい、ご視聴ありがとうございました。また今度はエギングで会いましょう。ジャニー、ガソリン入れてきます。オッケー。はい。